鞘師智也は大阪府茨城市出身の元プロ野球選手。宇と右みち。現在は広島東洋カープのスカウト。鎮西だが、先祖は姫路城の刀の鞘を作る名工だったという、女優の鞘師しさとほは名にあたる。宝徳学園高等学校では第70回選抜高等学校野球大会初戦で横浜高等学校の松坂大輔から2安打を放つ。 その後東海大学に進学し、大学3年時全日本大学野球選手権大会、優勝。首都大学リーグ通算39試合出場、116、打数33安打、打率、284、13打点。ベスト内イ1回。2002年の第1回世界大学野球選手権日本代表に、東海大同期の久保雄也と共に選出され3位入賞に、 貢献。2002年のドラフト会議で広島東洋ガープに4巡目で指名され入団。2006年9月26日の阪神タイガーアース戦で前田智則の代走として一軍初出場。その後回ってきた初打席では藤川球児のストレートを弾き返すも閉殺だ。翌27日の試合では6番中堅守で、 スタメン出場し、もう少しで本塁打という差比を打つが、この年は無安打で終えた。2007年5月9日の中日ドラゴンズ戦で、青木隼人の代打として登場、中前安打を放ち、栗原健太の満塁本塁打で生還。プロ初安打と初得点を記録した。2軍では打率26、262、10盗塁と自己最高の成績を残した。 2009年5月20日のオリックスバーファーローズ戦でスタメン出場。第2打席目に山本翔吾からレフト線を抜ける打球を打ち、左翼手の大村直行が二塁に悪送球。この隙に鞘師は三塁を狙ったが、カバーに入った一塁手の岡田孝博も三塁に悪送球し、鞘師はそのままホームインするという珍しいプレイとなった。この年2軍では八本塁打を放つなど、 自己最高の成績を残している。2010年は一軍出場がなく10月3日に戦力外通告を受け、現役引退。カープの近畿地区担当のスカウトに転身した。これまでに担当した主な選手は岡田明武のほか、高校の後輩でもある小園海斗がいる。ありがとうございます。